遊泳中のジャンボのぼりジャンボのぼりとは埼玉県加須市が所有している世界最大となる全長100メートルの巨大なのぼりである。毎年5月3日に行われる市民平和祭において市内の利根川河川敷緑,緑地公園でクレーン車で釣り上げられ遊泳する。2000年5月5日には埼玉新聞社の21世紀に残したい。 埼玉ふるさと自慢100選に選出された。カゾ氏は、コイノボリの生産量が日本一の名産地である。それをアピールしようと、1988年にカゾ青年会議所の発案のもとに作られたのがこのジャンボコイノボリである。昔からカゾのコイノボリは手書きが主流であったが、現在ではそのほとんどがプリントに移行し、手書きは1件のみである。 しかしそのノウハウを生かして、現在主に遊泳される四世は、市民の手によって描かれた手書き恋のぼりである。1988年、家族青年会議所の発案のもと完成。全長100メートル、重さ600キログラム、面でできており、1995年まで、毎年春に遊泳された。また、1998年には、ハワイで遊泳に成功した。 現在では三世の予備として保存されている。1996年2月完成。その年の5月から遊泳。全長111メートル、重さ730キログラム、面製、と一世よりさらに大きくなった。2002年5月の遊泳中に破損し、修復不可能となったため引退している。2003年1月から制作開始し、 市民らのべ2500人の手によって3月に完成した全長100メートル、重さ350キログラム、ポリエステル製と軽量化に成功している。また、口の直径、目玉の直径も10メートルとなっている。2006年5月にはサッカーワールドカップドイツ大会の日本代表初戦の地、カイザースラウテルンにて、カゾしの PR と、 日本代表の応援の思いを込めて遊泳を行い、合計4回、ドイツの空にジャンボコイのぼりが泳いだ。2014年3月に完成。全長100メートル、重さ約330キログラム。目玉と口の大きさは直径10メートル。合併により2010年に誕生した新しいカゾシの象徴として制作。デザインを変更し、 シノキシの花のピンク色とカゾシの将来像、水と緑と文化の調和しと元気とし、の青、緑、オレンジ色を配色に取り入れた。ありがとうございます。